まったく最近の若いのは何もできないな。すいません。俺の名前は瀬津島邦夫、会社員だ。今は会社の世間知らずの若者に世間の厳しさを教えていたところだ。レシオタイム。普通社会人だったらこれくらい当然だぞ。すいません、以後気をつけますんで。最近の若い奴らは全然ダメだ。一般常識というものがなさすぎる。俺はそんな若い奴らや常識のない奴らに注意をして、よそで失敗しないようにしてやっている。君、毎日コンビニ弁当か？ダメだぞ、そんなんじゃ体を壊す。いや、朝時間がなくて。毎晩早く寝ないからだ。早寝早起きをしてしっかり弁当を作って健康に過ごせ。そうしないと体調を崩して会社に迷惑をかけるんだぞ。はあ。こんな風に俺は親切心から常識のない奴らに常識を教えているのだ。ふう、瀬津島さんってどうでもいいことで説教してくるよな。ああ、わかるっす。別にそんなことを気にしなくてもってことでも説教してくるんですよ。そのせいで仕事が止まるので迷惑してます。そういう時は軽くあしらって仕事に戻っていいのよ。でもあの人、もうこの会社は長いですし、それに年も20代後半の僕からしたら50代の瀬島さんは大先輩なので。あんな仕事もできない大先輩の言うことなんて流しておけって。そんなある日だった。大卒の新入社員がうちの部署にやってきた。新田誠です、よろしくお願いします。若いな。挨拶はできてるけど、この間まで学生だったやつだ。何か非常識なことしたらしっかり説教してやらんとな。俺はそんなことを考えていた。新田君、先に言っておくけど瀬島さんには気をつけてね。どういうことですか？そのうちわかるけど、あの人どうでもいいことで説教し始めるから、慣れるまでは私たちもフォローするけど、極力あの人の話はあしらっていいから。はあ。ちょっと、このゴミ袋縛ったの新田くん？はい、そうですけど。ダメだよ、こんな緩い縛り方じゃ。もっとしっかり縛ってくれないと中身が出ちゃうよ。結構きつく結んだはずですけど。こんな結び方じゃダメだよ。ちゃんと結び直して。でないと後の人が困るだろう。はい。やっぱりまだ社会を知らない新入社員だ。全く常識がなってない。新田くん、朝の掃除ちゃんとした。ここにゴミ残ってたよ。そんなところも掃除するんですか？当たり前だよ。みんなで使ってるオフィスなんだから。瀬島さん、そこはいいよ。大掃除じゃないんだから、暇な時にすれば。何を言ってるんだ。そんなことをしているからオフィスに埃が舞うんだ。そんなことより、新田君はこれから課長と用事あるんですよ。なんだ、それを早く言いなさい。まったく、重要なことを言わないとわからない。ああ、わかりましたから。新田君、もう行きだ。はい、ありがとうございます。まったく新入社員だけではなく、既存の社員まで常識のない奴らばっかりだ。人がまだ話をしているというのに。瀬島。ああ、今野。こいつは同僚の今野。この部署では一番付き合いの長い奴だ。あんまり新入社員に口を出すな。彼だって仕事があるんだ。だがありえないぞ、あんなミス。別に重大なことじゃない。もっと寛容になれ。同僚からもそんなことを言われてしまった。そんなことを言っても、あの新入社員に誰かが注意してやらないとどこかで恥をかいてしまう。これは俺の優しさなのだ。なのになんで誰も気がつかないんだ。マジあの人説教しすぎでしょ。しかも最近新田くんばっかり。しかも本当にどうでもいいことばっかり。何よ袋の縛り方って。新田くん大丈夫？はい、大丈夫です。あの人から言われたことなんて気にしなくていいからね。そうよ、9割どうでもいいことなんだから。そうします。そんなある日だった。新田君、この資料のホチキス止めしたの君。はい、そうですけど。
なんで左側についてるの？全部右側につけ直して。え？でもそんな決まりありました？それに自分今から別件で。これじゃあみんな見にくくて仕方ないだろう。新田さん、この寮を今から直すのは厳しいですよ。それに別に決まりはありませんし、資料はまとまっていれば問題は。はぁ、これだから若い奴らは。いいか、会社という組織は常に同じ方向を向いてたな。節字も、お前いい加減にしろ。なんで俺が。俺はこいつらに注意を。お前のどうでもいい説教には部署の人間全員が迷惑しているんだ。それにお前のは他人を否定しているだけで説教でも何でもない。お前の口うるさいどうでもいい説教で貴重な若手が辞めたらどうするんだ。なんだと。俺はふざけたことを言う今野に言い返そうとした。しかし。そうですよ、節島さん。え？止め方なんて別に決まってませんし、そこまで言うことでもありません。そんなことよりその長い説教をやめてください。僕たちだって仕事があるんです。俺は部署内の全員から説教のことで責められてしまった。俺は会社に居づらくなって会社を辞めてしまった。まったく、何なんだこの常識のない会社は。もっと俺の言葉を理解してくれる常識ある職場で働こう。そう思って転職活動をしたが、うまくいかなかった。なんとかバイトで入社できても。これがここね。聞いてる？節島さん。君ね、私の方が年上なんだよ。敬語も使えないの？は？いや、ここでは俺が上司だし。はぁ、その考えがダメなんだ。いいかい？常識のない若者に説教をするたびにバイト先で問題になり仕事を辞めさせられた。そのせいでどこの会社でも長続きしなかった。あの節島ってジジイうるせえよな。はい、小さいことですぐ怒りますよね。ちなみに今月でもう辞めるらしいぜ。あいつ店長にも説教したらしくて。え、そうなんですね。常識ないのはどっちなんだって話。なんで誰も分かってくれないんだ。俺はそのまま一人になってしまった。誰も俺の説教どころか話も聞いてくれない。一体俺の何が悪いって言うんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。